お母ちゃまー、なんだか表でやんす。兄貴はいいの、一人で寝れて。だってさ、バビちゃんがいつもさ、ここで寝てたんだよ。なのにサビちゃんがここで寝るから、バビちゃんを上に乗ってるからね。無言の圧力だよ。だって、おいらがその前はここで寝てたでやんすよ。こうなったときどうするの？へぇー、たかたかた。どうする、サブちゃん。そこにいたらやられるよ、その尻尾。その尻尾絶対やられると思う。絶対オイラは意地でも動かねえでやんすよ。せっかくここをゲットしたんだから、マル殿が来ようと来まいと絶対どかねえでやんすからな。ボビちゃんもどうかない。ボビちゃんもここで寝ちゃおう。マルをチラチラ見ながら落ち着かなくなってきたそうです。マルどこに行った？マル呼ばないでください。マルどこ行ったの？本当に時々よくわかんないんだよね。開いた。まるちゃんはチャキン、そっから見てるよ。どうする、サブちゃんがそこにいる間、まるちゃんさ来るかもしんないよ。そこどいたらさ、来ないかもしんない。逃げた方がよくない？逃げたらここの場所を姉貴に取られちゃうから、お母ちゃんも意地悪言わねえでくだせ。だね、いつもサブちゃんに意地悪ばっかり言ってっかね。じゃあマルちゃんが来ないようにママ見張ってるからねんねして。はい。ボビちゃんも寝よう。